土浦学園線は、茨城県土浦市とつくば市を結ぶ、都市計画道路の路線名であり、茨城県道二十四号土浦境線、茨城県道二百三十七号花市通宿線、及び国道四百八号の土浦市桜町一丁目の交差点から、つくば市松代交差点までの区間に相当する。また、道路線の通称名としても親しまれており、一直線の路線としてみなせる。 区間全体を指して、土浦学園線、土浦学園通りと呼ばれている。沿線風景都市計画道路の正式名称は、つくば市区間の研究学園都市計画道路3.22号、土浦学園線及び、土浦市区間の土浦網都市計画道路3.46号、土浦学園線。つくば研究学園都市の主要幹線道路として、 最も早くに整備された路線の一つであり、学園東大通り、学園西大通り、学園北大通り、学園南大通り、学園中大通りと共に整然とした、格子状の幹線道路網を形成する。つくば市の中心部と土浦駅を最短で結ぶ。土浦市から、つくば市下室交差点までは4車線、花室交差点から同志松城交差点までは6、車線の道路となっている。 土浦学園線のつくば市内の街路樹は、次の通りである。エキスポ大通りを参照現在の国道354号、道路区域の決定、茨城県法、第6038号、P6、正後、茨城県法、第6559号、P10、道路の区域変更、茨城県法、第6052号、P4、道路の共用開始、茨城県法、 第6174号 P4 道路の区域変更茨城県法第 6715P7 ありがとうございます